はいどうも、皆さんこんにちは、映画妖怪ウォッチ妖怪学園 Y ね、猫はヒーローになれるか、こちらのね、ちょっと新しい情報が入ってきましたので、まあ、そちらの紹介とね、あとはね、まあ、ポスターになんか映ってるあとね、YSP について少しね、何の略かっていうとかね、あとはその YSP のまあ謎が少し分かってきたので、ちょっとそれの紹介もしたいかなと思います。やばいくらい素敵なパーソンではなかったね。ということでね、ちょっとネタバレも含まれますので、まだ知りたくないよって人はね、ここで閉じてください。じゃあはい、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、それではね、12月13日公開なんだよね、映画妖怪ウォッチ妖怪学園。なんかね、ポスターを見るといろいろ新しいものがね映ってますね。はい、そしてね、新しいね情報として、まあね、新シリーズのまあ映画なんだけど、うん、まあね、学園シティもんなんだよね、 Y 学園ということで、でね、学園七不思議を解明せよということで、みんながね、謎を解決していく映画なんだけど、なんかね、今回はね、みんなが絶望してるのがね出ててメラメライオンも絶望してんだけど、うん、まあその理由はね、こいつですね、妖怪ウォッチ新シリーズということでこれってのものに見えるんだけど、うん、なんかマツコデラックスのような感じもするけど、なんかね、これがボスなのかなっていう感じでね、学園をねかなり破壊してますよね。うん、まあいろいろね、問題があって、 YSP クラブっていうね結成されていきますと。でそして学園の七不思議をね解決していくんだけど、まあこの吹雪姫がね、なんかメカニックというか、うん、なんかシャキシャキンってしてる感じで、まあそれがね今回の映画の特徴なのかなっていう感じですかね。そしてこいつはバケーラという名前のようです。化け猫妖怪。そしてエンラ保険の先生かな、うん、この人たちが、うん、いろいろ秘密を教えてくれるんだけど、うん、あとね、悪霊に住み着く剣の塔っていうのがあって、あ、剣の塔か、まあ、そこがね、いろいろ呪いがあるっていう形のようですね。でこれがね、エンマじゃなくてエマちゃん、このね校長金也のね恋愛禁止の呪いなのかっていうところでね、まあ、今回のエマは女の子みたいなんだけど、まあ、そういうね情報も出てきて、ジバジンペイがなんかやられてますね。そしてウスタじゃなくてウスミサワさん、このウスタのね正体は何なのかっていうところもね出てきますね。そして今回新しい情報としては、ゲスト声優に木村佳乃さんと渡部健さんが追加されるようです。うん、ということで誰になるのかなっていうところまでね一応分かってるんだけど、一応今回はね、この YSP ウォッチを使って剣豪ベニマル、そうジバニャンが、まあ、ジバジンペイがね、変身ものということでね変身するということだらしいです。で今回ね変身、みんなが変身していくやつがね分かってきたって感じでね、で一応その戦いの様子がね、出てて、このメデューサとね戦ってんの、これなんだ、これ多分キュービっぽいんだけど誰なんだろうなっていう感じ。そしてこれがねメデューサというところらしいですよ。うん、そしてメデューサにまたビームを打ってる、また別のねこの変身してるやつがっていう感じで、うん、描かれてくる感じかね。うん、まあ今回はね学園ものぶっ飛び妖怪冒険活劇ということで、映画妖怪ウォッチ妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるか、相変わらずね、ニャンパチじゃなくてこれジンパチなのか分かんないけど、まあそれもね、ギャグもあるっていうことで、12月13日すべてが Y になる、この Y になるって何か意味があるのか、うん、楽しみにしたいと思います。一応ね前売り券を買うと、ジバジンペイめでたい妖怪アークがね、プレゼントされるということで、先着13名ん先着じゃ分かんない10万名様限定ということでね、裏はねこんな感じで千葉仁平のめでたい妖怪役がプレゼントされるってことです。そしてね、ストーリーなんだけど、
摩訶不思議な世界で今新たな妖怪ウォッチが回り始める。トップクラスの能力を有する者だけが入学される超エリート校 Y 学園。その学園で新たに設けられた選出基準 YSP により選ばれたのが主人公ジバ・ジンペイ。さらにジンペイたちには学園の不思議解明ミッションが下される。 YSP 基準とは一体何なのか。謎のアイテム YSP ウォッチとは。変身ヒーローであり、熱いバトルあり、巨大ロボあり。そう、ロボありなんだよね今回。ジンペイたち YSP クラブの数々の怪奇事件に挑む。果たして Y 学園に隠された謎とは。今こそ学園最大の謎を解明せよ。ということで今回はね、ほんとバトルロボってのがねポイントになってきますかね。はい、それで一応出てくるねメンバーとしてはジバ・ジンペイ、好奇心旺盛で正義感が強く YSP クラブのヒーロー的存在、そして玉田マタロ、まあ一応彼が今回のケータみたいな扱いなのか、ただごく平凡な男の子だがたまたま YSP クラブに入部する。うん。そして駒三太夫、これ落語の名門に生まれた少年、仁平の良き理解者で小学校からの友達、これは駒さんなのかな。そして姫川吹雪ちゃん、吹雪姫っていうか姫川吹雪さん、とにかくメカが大好きでガジェットに強い女の子、いろいろなものを発明するということでね、かなり吹雪姫も今回活躍しそうですね。そしてメラメライオンことライドメラ、 Y 学園の極悪番長、怪しい力で人を従えているらしい。うん、なんか獣っぽい感じだね。そして大王子エマ、これはね学園長である大王子金谷の娘、エンマだね学力基準入学ということで YSP には関係ない入学っていうことにはなってます。今回のエンマは女の子で登場。そして薄見沢春彦さん、春彦さんっていうとなんかちょっとねマザコンのやばいやつっていう感じはするけど、ジンペイたちがいる1年 A 組の担任なんだ。つかみどころがなく不気味って言ってるけど、まあ多分ね大したことない感じでいつものウィスパーで終わるような気はしています。そしてね、さっきも紹介したけどメデューサ、これがね主人公たちの前に立ちはだかるレジェンド怨霊、レジェンド妖怪じゃなくてレジェンド怨霊が来ましたか。まあ、メデューサっていうことでヘビーなんだよね。そして食べ犬、手に汗握る実況中継でバトルを盛り上げる男子生徒、まあこれが、渡部健さんが役なのかなということで、木村佳乃さんと渡部健さんが、まあ、このメデューサ食べ犬役で出演するようです。なるほど、まあ木村佳乃さん結構好きなんでね、いいんじゃないですかねそしてこのメデューサってもちろんヘビー妖怪だよね。うん、というぐらいでちょっとマシンチックだなって感じはします。そしてそうこいつこのこれよく見るとヘビだよね。そうだからこの巻きついだからなんかメデューサの変身したのがこのなんじゃないかなと思います。そしてまあ、最初言ったけどね、これが今回その変身もの、ロボものということで、これがキュービー、そしてこれがコマさんなのか。ということで、さっきのね、ポスターを見ていくと、うん、なんかそれぞれね、ジバニャンとか、ジバ・ジンペイ、コマ・サンダイユとかの上に、うん、ロボというかね、変身ものが、まあ、が見えてますね。うん、だからそれぞれ、うん、っていう感じが見えるよね。こののつくメデューサかなりパワフルだねということでね、それぞれおそらくみんな今回はね YSP ウォッチをつけてんのジバ・ジンペイだけだけど、なんかねみんな変身するっぽい感じがしますよね。姫川吹雪ちゃんメカが得意だっていうことで、うん、だからこんな感じで吹雪姫だけと思いきや、そう、それで吹雪姫はね、この真ん中の青い子がね、吹雪姫になるんじゃないかなと思うんだけど、うん、これもかなりメカニックだけどね。妖怪ウォッチはつけてないけど、なんらかんらして変身するんじゃねえかなっていう感じがしますよね。後になったらなんか、もしかしたらそれぞれ出てくるのかなって感じですね。そしてまあ、キュービーはね、キュービーなのか分かんないけど、うん、あのイケメン系のメラメライオンとあの姫川吹雪ちゃんとの間にねいるやつがこのキュービーっぽいのに変身するでものかなって感じで、うん、メラメライオンね上にライオンっつうかね映ってるので、まあこれメラメライオンね
この獣の王者ライオンの百獣の王の力でみんなを手なずけてんのかねっていう感じはするけど、うん、なんかみんなね変身して戦うような感じがしますね。うん、という感じで、まあ上に映ってないけどこのエマちゃんとかねウスターもなんか関係してくるのか、もしくはねどうなってくるのかなっていう感じがしますよね。はい、という感じで、そしてね前言ってた YSP についてはちょっとこれネタバレになっちゃうんだけどね、一応コロコロコミックの方でまあこのね映画と同様エンラエンラさんがね教えてるよね。で YSP とはっていうことで、一応ジワジンベイがやばいぐらいにスティキーなパーソンって言ったけど、一応 YSP、 まずね YSP 基準っていうのはなんか非科学的なパワーを持っている能力者の基準っていうものらしくて、 YSP 能力者は霊はもちろん妖怪もののけなど非科学的な存在と接触しそれを操る力を持っているということで、うん、だから今回ねバケーラとか、バケーラでいいんだっけいろいろね妖怪というかねいろいろ出てくるんだけど、そういうのをね操る力だから、ただウォッチだけじゃなくてもうその力だけでもしかしたらね操れるっていうかね変身できるとか力を発揮できるとか、そんなやつかもしれないね。どうなんだろうね。ということで、そしてさあ来ますよ、 YSP の本当の略の何の略か、テレレ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 ドン。いや、ちょっとスライドは作んなかったんだけど、一応妖怪スペシャルパワーだそうですなんだ普通じゃないかっていう感じなんだけど、一応正解はなんかね非科学的なのになんでそうなのって感じだけど、一応妖怪スペシャルパワーということで、これが YSP の略はそうらしいです。ということでね、あとはね、この以前のなんか予告編に出てたこの子は誰なのかっていうのと、なんか稲穂っぽいキャラクターだけど、うん、であとね、まあ、キュービなんじゃねえのって言ってたこの彼はキュービでいいのかっていうところ、あとメラメライオンのね隣にいるなんか短髪のね顔がなんか火傷してんのか分かんないけど、なんか覆ってるこの悪役っぽそうな男が誰なのか、だからまだねちょっと本番まで謎があるんですけど、妖怪ウォッチ映画妖怪学園猫はヒーローになれるか、こちらね12月13日放映なのでね楽しみにしたいと思います。いやーワイワイ行こうぜということでいやこれ木村佳乃さんがこのこの巻蛇をね声を操ると思うとちょっとゾクゾクしてくるけど、どうやらねジバジンペイ以外にもみんなが変身するね変身者っぽいなっていうところでね、ただ一応ねないんだよね、みんなウォッチしてんのはジバジンペイだけなんで、ちょっとどうなのかなっていうところなんだけどね。はい、まあ今10月か12月13日までね、もうちょっとになりましたね。2ヶ月切りましたね。なのでね、またちょっと新しい情報入ってきたらね、それを見て楽しんでいきたいと思います。まあ、コロコロコミックでもね、一応連載されてるのでね、そこの情報も拾いつつ、本番をね、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで、ちょっと YSP とかね、その他新しく出てきた情報について話をしていきました。映画楽しみですね。じゃあ楽しみに待ちましょう。はい、じゃあ今回はこんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ちょっと映画のね、新情報を少しウォッチして、またね、楽しい情報があったら話していきたいと思います。はい、じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。